おはようございます。夫婦のお店カウンセラーの佐々木ひろのです。私の皆さん五王札ってご存知ですか？五王の方位に引っ越しすると、命の危険や病気になったり不幸なことが起きるっていう方位で、気学をやっている方なら、みんな恐れる方位なんですけど、私の流派ではその五王の活用というのがあります。これは、やってない方にはわからないと思うんですけど、五王を活用するっていうのは気学の世界ではすごいことです。なのでそんな活用方法を教えてくれる私の流派はすごいんですよ。ちょっと自慢でした私最近名刺を作りました。ごめんなさい、字が逆さなんですけど、シルバーの名刺で裏はパープルになってるんですけど、これは私の九星気学を分析して、私のラッキーから仕事を開くから、それから辰巳の玄関から入って蔵にたまるっていう意味の込められた、そういうレイアウトのしてある名刺です。夫婦のお店カウンセリングにお越しいただいた方には、まずこういう名刺の、デザインもアドバイスしています。そんな風にお店を良くする知恵を一つずつカウンセリングしながらやっていっています。ただいまお悩み相談募集中です。お悩みがある方、生年月日と生年月日とお悩みを添えて私までご連絡ください。夫婦のお店カウンセリングのモニターさんも募集しております。1回3万円で3時間のカウンセリングです。何かお悩みがありましたらお越しください。それではまた明日、ごきげんよう。